まず最初、私の方から、軽くですね、ビッグテーブルってどんな感じのものなのかっていうのを、加藤さんのセッションを聞きやすくするためにですね、ちょろっとお話ししようと思います。でスライドの方はすで、に公開してありますので、前のスライドですね、ちょっと距離が遠くて視力検査みたいになってつらいなみたいな感じの方いらっしゃいましたら、右下の URL ですね、右下の URL にアクセスしていただければ、お手元のマシンで開いていただけますので、そっちで適当に見ながら、聞いていただいても大丈夫です。途中なんかこう入らねえみたいな感じの表とかが出てきたりして、めっちゃ字がちっちゃくなってたり、するので、その辺なんかもですね、後で適当に見ていただければ良いかと思います。でまず最初、私の自己紹介ですけれども、私は、この会場を提供しているメルカリ創造の人間で、DC パグ東京のオーガナイザーをしているシンメタルと言います。DC パグのスラックとか、ツイッターとか大体全部この、シンメタルっていう、ID でやっておりますので、何か困ったこととかあればですね、適当にこいつに、聞くと、なんか返ってくる感じですね。困ってなくても適当に喋ると突然襲いかかってくる時がありますので、こいつが来たらなんかこう GCPのことで襲いかかってきたんだなと思いながら見ていただければと思います。で、今日はクラウドビッグテーブルの話ですね。で、ビッグテーブルっていうデータベース自体は、結構昔から存在するデータベースですね。で、Google が作成したデータベースで、もう10年ぐらい経ってる気がしますね。で、どういったデータベースなのかというと、分散型のキーバリューストアのデータベースですね。なので RDB みたいなこう SQL を書いて何かを、取ってきたりするっていうような感じのものじゃなくて、基本的にはこうマップみたいな感じでキーを指定してデータを保存すると。で取ってくるときも基本的にはこうキーを指定して、データを取ってくるっていうような感じのものです。で、特徴的にはやっぱり非常に高いスケーラビリティですね。こうデータをすごくたくさん入れたとしても1個のマシンに全部入るんじゃなくて複数のストレージに勝手に分散してくれるっていうような特徴を持っています。で、ね、Google の内部だと、Gmail とかそういった感じのものなんかはこのビッグテーブルの中にバーッとこうデータを入れていっているような格好ですね。で、ビッグテーブル自体は結構昔から存在するデータベースなんですけども、クラウドビッグテーブルっていうサービスは割と最近出てきたものですね。2年か3年ぐらい前に、登場したかなと思います。なのでビッグテーブルそのものは Google の内部ですごい使われてたけど、我々の手元に使えるビッグテーブルっていうのは割と最近出てきたような格好です。で、昔は論文だけ公開されていましたので、その論文をもとにオープンソースで作られたのが HBase ですね。で、クラウドビッグテーブルも、HBase が生まれてから随分経ってからですね、登場したわけですけども、その時 HBase 使っている人がそのまま使いやすいように、クラウドビッグテーブル自体は HBase の API と互換性を持たす形で、登場しています。なのでこうオンプレとかで HBase を頑張って管理してて、規模が大きくなってきて大変だなみたいな感じのユーザーの方とかは、クラウドビッグテーブルに移行しやすいようにしているような格好ですね。で、ビッグテーブル多分世界で一番詳しいの Google ですね。そもそも自分たちが作ったデータベースですので、なので自分たちでこうオンプレとかで HBase やるんじゃなくて、GCP のおいでよみたいな感じで、登場したようなサービスになります。で、基本的にトランザクションとかの機能はなくて、こうデータはどんどん上書いていくような格好ですね。あとプロパティに対する、フィルタリングとかもないので、基本的にはキーを指定して取ってきます。で、その時にちょっと特徴としてこうキーを指定して取ってくるんですけども、レンジっていうのが指定できます。なので単純にこう1個のキーを指定して1個だけ取ってくるんじゃなくて、キーの、プレフィックスですね、プレフィックスを指定して、このキーで始まるやつをごそっと取ってきてみたいな感じのことができるようになっています。で、それを実現しているのがソート済みマップっていうところですね。で、ビッグテーブルでデータを保存すると勝手にキーでずっとソートされている状態になっています。で、このキーで始まるやつをいっぱい取ってきてっていうレンジを指定した時なんかは元からソートされているので、そこの範囲だけバサッと取ってきているような格好ですね。
そういった感じの特徴を持っているデータベースです。でクラウドビッグテーブルは今ゾーンに紐づくリソースですね。なので作成するときこのゾーン、US Central 1B みたいな感じでゾーンを選択します。でただこう残念ながらですね、東京リージョンクラウドビッグテーブルいないんですね。アップエンジンとかスパナーとかは東京リージョン存在してるんですけども、クラウドビッグテーブルは、東京リージョンには今のところ来てないですね。私なんかこれなんで来るのか来ないのかよく分かんなくなってきてるので、後で聞いてみようかなと思っています。でクラウドビッグテーブル、分散するデータベースなんですけども、それを自動でやってくれて、あとディスクと、コンピューティングをやるインスタンスが分かれているっていうのが結構面白いデータベースですね。普通の RDB とかってコンピューティングするレイヤーとストレージって一緒のマシンで基本くっついてますよね。ある意味クラウドとかだとディスクネットワークの向こうにいたりすることもありますけども、基本的なミドルウェアのコンセプトとしては同じ場所に存在していると。でもビッグテーブルとかは元から分散されていることが前提になっているので、後でちょっとデモとかでもお見せするんですけども、ビッグテーブルのノードの数何台立てるかっていうのを決めれますが、それはストレージとは特に紐づかない感じですね。なので途中で増やしたり減らしたりした時なんかも、そのディスクの容量とかには、特に影響を受けずに増やしたり減らしたりすることができるようになっています。ノードの数でこうディスクの限界とかが必ずしも決まるわけではない、負荷によってはある程度決まっちゃいますけども、途中で増やしたり減らしたりするっていうのはこういつでもこうデータを気にせずにやることができるっていうようなデータベースです。で、ビッグテーブル、ちょっと使ってみようかなと思った場合は、クラウドコンソールからでも起動することができますし、コマンドでも G クラウドベータビッグテーブルインスタンシーズクリエイトっていうので、作成することができます。でまたローカルで試したいときですね、こうビッグテーブル、まさかローカルに立てるわけにはいきませんので、そういった場合、公式のエミュレーターが提供されているようになっていますので、ローカルでエミュレーターポッと立ち上げて、そのエミュレーター上でとりあえず動くプログラムとかを書いて、できたなと思ったら、GCP の実際のビッグテーブルの方にアクセスしに行くみたいな感じのこともできるようになっています。これはこうビッグテーブル結構値段高いので、デブ環境とかサクッとこうノリで用意するのは若干つらいので、エミュレーター非常に便利ですね。でエミュレーターかもしくはビッグテーブルの実際の環境を作ったら、こうテーブルとか列ファミリーと呼ばれるものを作成していきます。ただビッグテーブルスキーマが存在しているような格好になっているので、ちゃんとこう先にテーブルとか作っていくような格好です。で、テーブルとかは API 叩いて作成することもできますし、今画面出てますけども CPT っていうコマンドラインツールも用意されていますので、テーブルとかそんな動的にポン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 、作ったりしないことも結構あるので、そういう場合は先に CBT クリエイトテーブルとかで、テーブルとかだけ作っておいて、アプリケーションはこう出来上がってるであろうテーブルにどんどんデータを入れていくみたいな感じの、方法を取ることができます。次に列ファミリーですね。これ結構なんか ややこしいというか、こうビッグテーブル特有の概念ですけども、カラムみたいな感じのものですね。一つのテーブルに対してこういうカラムがありますっていうのを列ファミリーっていうので定義していきます。で列ファミリーすごいたくさんあっても一応大丈夫ですけども、公式のリファレンスとかだと100個ぐらいまでに留めておいた方が、パフォーマンス的には良いよみたいな感じで書いてあります。で、列ファミリー作って、その中に実際にデータを行を入れていくような格好になります。で列ファミリー面白いのは、行を入れるときにこうタイムスタンプを指定して、同じ行なんだけどタイムスタンプで積んでいくみたいな感じのこともできるようになっています。でトランザクションとかはないので、こう同じキーの場所を上書こうとしたりしちゃったときなんかは、まあ上書かれちゃうわけですけども、上書いて前のデータを消しちゃわないように、その列ファミリーを新しい日付タイムスタンプにしてポッて入れれば、基本こう一番新しいタイムスタンプのやつが、基本最新のデータで、もしその前に何かあったとしてもちゃんと残ってるみたいな感じの状態なんかも、作成することができるっていうデータベースですね。やっぱトランザクションかけるとパフォーマンスに影響が、ロックとかの部分が関わってくるので、トランザクションはもう諦めてしまって、
まあ、そういうふうにタイムスタンプで積んでいけるような感じにしているのがビッグテーブルですね。だからものすごい勢いでデータをバーッと書き込んだりするのなんかに、適しているデータベースになります。じゃあちょっと実際ですね、こう動かしてみたいと思います。でまず、ローカルでエミュレーターを起動するっていうのをやってみたいと思います。で、エミュレーターはですね、G クラウドの中に入っているので、まあ、そいつを使えば、インストールすることができます。で、まあ、私もすでに入っちゃってるのであれですけども、このクラウドビッグテーブルエミュレーターという、ので、まあ、まんまビッグテーブルっていう名前だったかな。なので G クラウドコンポーネントインストールビッグテーブルってやるとエミュレーターがインストールされると。さっき出てきたコマンドラインツールも同じように G クラウドコンポーネントの中にいますので、まあ、G クラウドコンポーネントインストール、まあ、CBT であれば、インストールすることが可能です。で、インストールしたら、おう、コマンドが。よいしょ。これですね、G クラウドベータエミュレーターズビッグテーブルスタートというコマンドを実行するとビッグテーブルのエミュレーターが起動してくれますと、はい、これでもう準備完了ですね。もうビッグテーブルのエミュレーターが起動しました。で、あとはこの状態でこう環境変数をセットするやつを実行します。ちょっと字がちっちゃくて見づらいかもしれないですけど、まあ、公式ドキュメント見に行けばそのまま書いてあります。こうやって実行すると、あとはこの環境でビッグテーブルにアクセスを使用すると、勝手にエミュレーターの方に行くようになりましたと。で、私ちょっと Go のプログラムで書いている、まあ、ビッグテーブルにデータ入れたりするやつがあるので、まあ、そいつを動かしてみますと。よいしょ。今ここでこうプロジェクト ID とかこうインスタンスの名前、ビッグテーブルのインスタンスの名前とか指定してるんですけども、まあ、実際には本番環境には、まあ、GCP 上にはつながらずに、ローカルのエミュレーターの方につながっています。じゃあ適当にリクエストを送ってみたいと思います。まあそんな大した内容じゃないですね。で例えば、ポストを送るとテーブル作ったりするんですけども、まあ、メッセージが出てるだけですけども、テーブルを作成しますと。で、適当にデータを入れるやつを実行して、データ入りましたよと。で、こうデータを取るやつ、まあ、ゲットを実行すると、まあ、こんな感じで、さっき入れた、ハロービッグテーブルって書いてあるだけのデータが取れましたと。まあ、こんな感じでバーっと、まあ、ちょっとソースはパッと出してないですけども、適当にバーっと書いて、エミュレーター起動して、ローカルで動かしてみて、あ、動いたなっていうのが、確認できたら実際の GCP 上で動かすみたいな感じのことができるようになっているような格好ですね。で実際の、プロダクション環境ですね。 GCP 上でも、まあ、ビッグテーブルとりあえず作るのは簡単ですね。まあ、この画面の中からこうビッグテーブル選択して、まあ、インスタンスを作成っていうのがありますので、まあ、これ適当に名前をつけてあげますと。タイプボットだ。まあいいか。で、プロダクションかデベロップメントかどっちか選べるようになっています。で、これは、まあ、プロダクションにすると基本的に、アベラビリティとかのために、まあ、最低3台は立てといた方がいいよみたいな感じの、部分があるんですけども、まあ、そうするとですね、ちょっとデブ環境としてはオーバースペックで料金結構高くなっちゃうっていうのがありますので、まあ、プロダクションでやるときはプロダクション、まあ、ちょっとこう試したりするとか、まあ、数人だけで使う開発環境のときはこうデブを選べばよいみたいな感じになっています。あとゾーンですね、まあ、さっきも言った通りこう残念ながら東京リージョンはいないんですけども、まあ、日本から一応一番近いのは台湾ですかね。あとはビッグデータ分析とかするだけの箱みたいな感じで使うんだったら、まあ、US セントラルあたりを選んでおくのが無難かなと思います。あとストレージ、SSD か、ハードディスクかですね。まあ、これ IO のパフォーマンスとかそういったものが違いますので、まあ、パフォーマンスが必要なのかとか、まあ、単純にこう適当に入れるだけの箱が欲しいのかとかによって、まあ、どっちが最適なのか変わってくるので、
好きな方を選びますと。まあ、基本的には値段とパフォーマンス、IO のパフォーマンスの選択肢ですね。で、とりあえず作成ってあれば、すぐ出来上がります。で、あとはここに対して、接続するように、まあ、プロジェクトとビッグテーブルのインスタンスの名前、今回だとサンプルってうととしてサモールみたいな謎の名前になりましたけども、ここに接続しに行けばそのままこのビッグテーブルの中にデータが入っていきますと。で、今デブにして1台しかない感じになってますけども、まあ、途中で増やしたり減らしたりしたかったら、まあ、エディットインスタンスとかをしてこうインスタンスの台数とかをここで変えてあげれば OK ですね。で、データが入った後でも数は変更することができますので、まあ、負荷に合わせて、例えば実際公式ドキュメントの中にも出てきますけども、負荷が高い時間帯、日本だとまあ20時から22時とかそのぐらいですかね、そのぐらいの時だけノードの数増やして、まあ、終わったら減らすみたいな感じのことをしても、特に問題ありません。なので立てたりする分には非常に簡単ですね。で、料金体系ですけども、基本的にはノード1台に対していくらっていうのと、あとどのぐらいストレージ使っているのかに対していくらっていうような格好ですね。で、まあまあ高いですね。1ノード 0.65 ドル1時間あたりかかるので、これ月に直すと1台あたり6万か7万円ぐらいかかるような感じですね。で、プロダクション環境だと3ノード必要なので、まあ、18万ぐらいからスタートみたいな感じで、こうライトに使うような感じのデータベースじゃなくて、まあ、どっちかというとものすごい勢いでデータを入れたり、出したりするみたいな感じのことが想定されているデータベースです。で、先ほどちょっと図にも出てきたように、まあ、ノードとストレージのレイヤーっていうのはこう分離されていますので、ノードの負荷に応じて増やしたり減らしたりすることができます。でただこう勝手にオートスケールする、こうなんか CPU 負荷でオートスケールするみたいな感じの、機能自体は今のところ持ってないような格好ですね。まあ、なので API で増やしたり減らしたりするっていうのが普通にできますので、まあ、自分でオートスケールみたいなのを作るような感じですね。まあ、ただ、普通のコンピュートエンジンとかアップエンジンほどその細かく増やしたり減らしたりするっていうのは、おそらくパフォーマンス的にそこまで意味がないんじゃないかなと思うので、まあ、さっき言ったようなこう負荷が高い時間帯よりちょっと前にあらかじめ増やして、で、まあ、深夜とかになってアクセスが少なくなったら減らしていくみたいな感じのやり方になるかなと思います。でそういう大きな長いスパンでノードを増やしたり減らしたりするような格好ですね。まあ、さっき言った通り1ノードあたりのお値段結構高いので、まあ、そういうふうにこう負荷が高い時間帯だけ増やしたりすることによって、まあ、結構料金節約することができますと。実際、こういうふうにやるといいよみたいなのは公式ドキュメントにこうプログラミングによるスケーリングっていうので書いてあります。で、またはビッグテーブル、結構便利な点としてビッグクエリですね。ビッグクエリから直接ビッグテーブルのデータ、テーブルのデータっていうのを読み込んでいくことができるようになっています。なので例えば IoT のセンサーのデータとかはひたすらバーッとビッグテーブルに受け取って積んでいって、分析とかするときはビッグクエリから、クエリを投げたいと、まあ、そういうときも一時ビッグテーブルのデータをビッグクエリに移さなくてもビッグクエリ上からビッグテーブル直接見に行くことができます。でただ、この機能ですね、対応しているゾーンがさらに少なくなって台湾が消えましたね。まあ、ビッグクエリが台湾にいないからだと思うんですけども、今のところ対応しているゾーンは US セントラル 1B と C、 あとヨーロッパウエスト 1B と C というような格好ですね。まあ、なので単純なビッグデータ分析とかだと、まあ、US に置けばいいので問題ないかもしれないですけども、まあ、IoT のセンサー直接受けるとかだと日本がメインとかだと、まあ、東京リージョンにビッグテーブル置きたい気持ちが高まっちゃうので若干使いづらいかもしれないですね。で実際、ビッグクエリーからビッグテーブル読み込みたいときっていうのは、先にビッグクエリー上でこういうビッグテーブルがあるからっていうのを、定義して、まあ、仮のテーブルみたいな感じのものを、作ってあげます。でこれ実際書いてる定義ですね。このプロジェクトのこのインスタンスでテーブルはこんなんがあって、カラムファミリーはこんなんだよみたいなのをバーッと
書いてあげると、まあ、ビッグクエリーはあそうなってるんだと思ってこうビッグテーブルを見に行くような格好になっています。でこれは一発、作ってさえしまえば、まあ、ビッグクエリーでクエリー実行するたびにビッグテーブルの方を見に行ってくれますので、まあ、基本リアルタイムに見に行けることができるようになります。でクエリーは普通に叩くだけですね。でこれ、雑にセレクトアスターしている例ですけども、まあ、ローのキーの値とか、カラムファミリーのデータとかが普通に取れるような格好ですね。カラムのセルのタイムスタンプっていうのがさっき言ってた同じ、カラムファミリーの同じ、行とかだけど違うタイムスタンプのデータが入るよみたいなやつですね。でビッグクエリーだと一番最新の同じローキーの中で一番最新の、カラムのデータだけ取ってくるみたいなのも、まあ、適当に書けばいけますね。であと私ですね、結構、まあ、GC パークで適当にやってるとよく聞かれるのがデータスターとビッグテーブルって何が違うんですかっていうのをよく聞かれます。これは、どっちも公式ドキュメントとか見に行くと分散型のキー VS だよっていうふうに書いてあるわけですね。で両方とも分散型のキー VS やみたいな感じに、なって自分がやりたい内容とかでマッチするのはどっちなのかなっていうのがこう結構調べるのが大変だっていうのはあるんですけども、まあ、結構こう似てるけど違う部分がたくさんある感じですね。で、まあ、似てるのは結構当然で、そもそもクラウドデータストアって一番下はビッグテーブル使ってるんですね。なのでクラウドデータストア自体はビッグテーブルより前、クラウドビッグテーブルより前から登場しているサービスになりますが、一番下のレイヤーはビッグテーブルを使っていて、ビッグテーブルプロパティに対するフィルタリングのクエリーとか、あとトランザクションとかがないわけですね。なので、アプリケーションのデータベースとしてはちょっと使いづらい。まあ、例えばこう掲示板みたいな感じのものを作ったりするときに、同じ記事を同時に複数の人が編集したりしようとするときに、こうぶつけたりするのは結構大変だよっていうのがありますので、まあ、そういったレイヤーを解決するために、データストアはビッグテーブルの上にメガストアとデータストアっていう2層のレイヤーを乗っけているっていうデータベースになります。ただね、似ている部分があるのは、まあ、一番下にビッグテーブルがいるからですね。で、そういう2層のレイヤーが存在するのプラス料金体系とかもデータストアとビッグテーブルで大きく違います。で、データストアはノードの課金とかじゃなくて何回読み書きしたかで課金が決まるっていうデータベースです。で毎日無料枠、まあ、1万回ぐらいとか1万回ぐらい無料枠なんかも存在しますので、まあ、個人のブログとか、まあ、ちょっとしたなんか仲間内で使うグループウェアみたいな感じのものとかを作ったりするときなんかは、まあ、非常にお安いですね。GC パークのウェブサイトなんかも、まあ、データストアとアップエンジンでできてますけども、ずっと無料枠に収まったままなので3年ぐらい運用してますけども、まだ1円も払ったことないみたいな感じの状態ですね。で、これは、さっきのビッグテーブルのレイヤーはデータストア全体でこう共有してるんですね。自分専用のビッグテーブルが立ってるわけじゃなくて、いろんなアプリケーションでビッグテーブルを共有しているので、まあ、そういうなんかほとんどリクエストないゴミクズみたいなアプリケーションですね、そんなに課金する必要がないので、こういった料金体系になっています。まあ、なので、スモールスタートしたりするときなんかはデータストア非常に便利ですね。あとトランザクションとかクエリーがあるっていうのも、まあ、普通 の, あのモバイルのバックエンドの API とか作ったりするときなんかは、やっぱデータストア便利ですね。で、ビッグテーブルが有利なときですけども、まず一つが全データを読み込みたいみたいなニーズがあるときですね。例えばさっき言った IoT のデータバーっとセンサーのデータ入ってきて、それをごそっと分析する、まあ、それを結構頻繁にやったりするとか、そういうような感じのときにデータストアだとこう 何件リードしたかによって課金額が決まっちゃうので、毎回全件こうリードするとものすごいリードオペレーションの料金がかかったりするような格好になります。まあ、これ雑に、計算すると秒間230回ぐらいライトするような感じになってくると、データストアの方が高くなってくる可能性が出てきます。まあ、もちろんこうどのぐらいリードするのかとか、そういった感じにもよっても、変わってくるんですけども、まあ、すごい雑に考えるとそのぐらいですね。
あとデータストアもう一個、まあ、ビッグテーブルで踊ってる点があって、まあ、データストアは今のやつ、HRD ハイレプリケーションデータストアと呼ばれているんですけども、ビッグテーブルはゾーンに属するリソースなんですけども、データストアはリージョンに属するリソースで、データが入ると勝手に複数のリージョンにレプリカに同期するようになっています。まあ、それしていることでアベラビリティとかがすごい高くなってるんですけども、まあ、その代わりパフォーマンスは犠牲になってる感じですね。まあ、Google の力を持ってしても光の速さとかを超えたりすることはできませんので、複数のデータセンターに同期するのにちょっと時間が、かかったりしますと。あとさっき言った通りビッグテーブルのインフラのレイヤーをデータストア全体で共有しているので、自分のアプリケーションはそんなに負荷をかけてないけど、ポケモン GO とかがですねめちゃ負荷かけてたりすると、それによって自分のアプリケーションのデータストアの方も影響を受けたりするような、パターンなんかが存在するので、まあ、そういうのが辛い場合とかはちょっとデータストア使いづらいので、ビッグテーブルの方が有利になってくるような格好ですね。なのでアプリケーションの規模とか、まあ、用途とかによって、まあ、どっち使うか決めるとか、もしくは組み合わせたりして使っていくのが良いかなと思います。で GCP 他にもデータベース結構ありますね。これもなんか書いていったらだんだん入らなくなって、もうスライドは無理だと思ってスプレッドシートに行ってしまったかわいそうな表なんですけども、今、まあ、GCP のデータベースでデータストア、あとファイアストア、ビッグテーブル、あとクラウド、SQL にもうスパナが存在しているような格好ですね。でもうちょっとまあ GCP と離れているけど、ファイアベースリアルタイム DB なんかも存在しているような格好ですね。なので、実際アプリケーションを作ったりするときは、まあ、他のこいつらなんかも考慮しながら自分のアプリケーションをどうしようかなっていうのを考えていく必要っていうのがあります。で、まあ、ビッグテーブルのライバルになりやすいのは、まあ、さっき言ったデータストアがいるのと、まあ、あと私これ、まあ後でちょっと聞いてみようかなと思ってるんですけども、スパナーですね。でスパナーなんかは、まあ、ビッグテーブルより料金は高いんですけども、まあ、機能とかは増えてますし、マルチリージョンの対応なんかも入っているような、データベースで、トランザクションとか、まあ、SQL を実際に書いてこうグループバイの集計とか、プロパティに対するフィルタリングなんかもサポートしているようなデータベースで、パフォーマンスも良いみたいな感じのものなので、普通のアプリケーションを作りたい、まあ、IoT のセンサーみたいにずっと単純に積んでいけばいいだけじゃなくて、トランザクションの処理とか複数のユーザーがこう口座の送金とかそういった感じのものをするみたいなパターンとかだと、ちょっとスパナーの方に軍配が上がるのかなというところがありますね。あと東京リージョンにスパナーは存在しているっていうのも結構でかいかなと思います。まあ、この辺ですね、リンク貼ってますので、興味ある方はですね適当に見ていただければと思います。でそういう感じでどんどん、GCP の、まあ、データベース周りのサービスって増えていっているような感じなんですけども、こうパッと見で、まあ、さっきの表みたいに私してましたけども、どれが誰やねんみたいな感じのやつ、若干こう初めての人には難しいかなっていうのがあるので、なんとなく私の主観でですね、まあ、こういう風な雰囲気があるかなっていうのを、書いてみました。これ合ってるか後で聞いてみないと分かんないですね。私がなんとなく見ているイメージです。一番最初はビッグテーブルがいます。クラウドビッグテーブル自体は割と最近出てきたデータベースですが、 Google の大元のデータベースみたいなレイヤーだと、多分ビッグテーブルのテクノロジーが一番こうコアに根っこにいるのかなというイメージですね。でその後出てきたのがデータストアですね。でこれは先ほど言った通り、ビッグテーブル単体だとちょっとアプリケーション、まあ、特に一番最初 Google アップエンジンっていうウェブのパーズのサービスしかなかったので、ウェブのパーズで掲示板作るのにビッグテーブルはちょっとオーバースペックですね。Gmail みたいなこうユーザーが想定されてるんだったらいいんですけども、まあ、多分皆様の中で Gmail ほどユーザーあるサービス作ってる人そんなにいないんじゃないかなと思いますので、普通のユーザーにはちょっと辛い感じですね。特にアップエンジン最初は無料枠とかも結構大きくて、料金が安くてすぐウェブサイトを簡単に公開できるっていうようなところで売ってたので、まあ、ビッグテーブルだとちょっとオーバースペックですね。なので、まあ、クエリーとかトランザクションとかを追加したりして料金もこうリーズナブルにしたクラウドデータストアっていうのが生まれましたと。でその後、まあ、この図の中にクラウド SQL は書いてないですけど、割と MySQL か Postgre
をフルマインドで提供してくれているものなので、まあ、あっちのコミュニティの系譜の中にいるような感じですね。で、今ビッグテーブルのデータストアから線引いてスパナー書いてるんですけども、まあ、Google 結構ビッグテーブルとかデータストア、まあ、要するにノン SQL のデータベースで基本的なサービスを構築しているような格好になりますと。でただ、まあ、Google の内部でもやっぱこう SQL のフィルタリングとか、まあ、グループバイとか結構便利だよねっていうのはもちろんあるわけですね。まあ、実際私とかほぼデータストアで全部アプリケーション書いてますけども、そのグループバイみたいな感じのことをしようと思うとアプリケーションレイヤーで自分で実装することになるので、まあ、結構なんか訓練されたエンジニアが存在しないとちょっと大変ですね。私は訓練されているので勝手に書いちゃうんですけども、だいたい RDB 使っている人が見るとなんでこんなことしてんのみたいな感じで言われるパターンが非常に多いですと。はい、なので、まあ、Google の内部でも、まあ、データストアとかビッグテーブルより多分もっと強力なデータベースをもう一回考えてみようっていうのでスパナーを作ったんじゃないかなと思います。なのでスパナーなんかは、まあ、データストアとビッグテーブルのノウハウ、まあ、実際アプリケーション作って何年も何年も運用する中で出てきた課題とかを実際に Google が解決したかったから、作ったんじゃないかなと思います。まあ、なので単純なこう機能とかこうパフォーマンスとかそういったものだとスパナーがある意味一番優秀なのかなとは思います。まあ、その代わりめっちゃ高いですね。はい、料金はすごく高くなってて、前あのスパナーの PM の方とかが来たのでこう高いよって言ったら原子炉費めっちゃ高いからねって言われてそうやなみたいな感じの気持ちになったんですけども、まあ、結構気合い入ったインフラ構築されちゃっているので、まあ、そのコストがまだまだ高いっていうような状態ですね。まあ、アプリケーションによってはやっぱオーバースペックなところもまだあるかなと思います。であともう一個、ラインが引かれているのが、クラウドファイアストアの世界ですね。でこれは Google の外からやってきた世界で3年ぐらい前かな、ファイアベースっていうサービスを、まあ、Mbase の、サービスを Google が買収したわけですね。でその時にファイアベースリアルタイム DB っていうサービスがあって、まあ、これはサーバー側の API とか何も書かなくてもモバイルから直接やり取りできるデータベースですね。オフラインキャッシュとか、自動的にシンクするような機能の中が入っているようなデータベースでした。で、まあ、Firebase Realtime DB は今ももちろん普通に存在しているサービスですけども、まあ、さっき言ったようにこれ Google が作ったサービスではないですね。もともと作っている会社があって、それをまるっと買収、人間ごと、全部買収したような格好になります。なので、Firestore っていうのは、まあ、そのリアルタイム DB の、ノウハウとかエッセンスとかそういったものを、取り込んで GCP の中に作成したデータベースになります。で Firestore 後ろ側は今のところデータストアを使っているような格好ですね。あのリアルタイム DB はすっごいでかいなんか巨大な JSON がなんか入ってたらしいんですけども、 Firestore の方はその JSON とかじゃなくてばらけた状態でデータストアの中に入っていくようになっています。まあ、その結果ちょっと Firebase Realtime DB より規模が小さい時の1回1回のパフォーマンスは、あのデータストアはそもそもそこまで速くないので落ちちゃってるっていうところはあるんですけども、まあ、その代わり Realtime DB は1個の JSON がものすごくでかくなると遅くなっちゃうっていう問題があったんですけども、まあ、ファイアストアは後ろ側データストアになっていますので、そういった部分が解決されているのと、あとデータストアそのもののアベラビリティが非常に高いっていうのが、一緒に入ってですね、まあ、ファイアストアそのものもアベラビリティ、リアルタイム DB がちょっとアベラビリティ低いところがあったので、ファイアストアの方ではそういった部分を改善しようとしているっていうようなラインですね。ファイアストアはどっちかというと、まあ、モバイルとか、まあ、普通のアプリケーションとかからエンドユーザーが普通に人間が操作したときに、データをシンクしたりするような感じで向いているようなデータベースで、まあ、スパナーは、まあ、人間だけじゃなくてバッチ処理とか、まあ、あとはこう口座のやり取りとか証券の取引みたいなものすごい、トラフィックをさばく必要があるときなんかに使うみたいな感じで、まあ、それぞれ進んでいっているような格好になりますので、まあ、自分がやりたいデータベースが、自分がやりたいシステムがどういったこう性質を求めているのかによって、まあ、それぞれ選択していけばいいんじゃないかなと思います。でもちろんデータストアとかビッグテーブルも、普通に利用することができるデータベースなので、元の源流にいるからといって
悪いわけではありませんので、まあ、そこでも問題ない。ビッグテーブルの方が適しているなと思ったらビッグテーブル使えばよいですし、まあ、データストアの方がいいなと思ったらデータストア使えばよいっていう世界はまだまだ残っているんじゃないかなと思います。はい、ということで、私のセッションはこれでおしまいになります。